ベルクララをご覧の皆様、こんにちは。歴史人物伝吉野作造第1話、吉野作造ってこんな人、保守って何をお送りいたします。倉山先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、秋吉先生、あのデビュー作で重版おめでとうございます。 ありがとうございます。チャンネルクララのおかげです。皆さんのおかげでございます。ありがとうございました、ね、倉山ウィスルもできなかった自由者での重版でも先生とはね、あの部数が違うから、ね、秋吉さんより少ないです私秋吉さんの半分嘘だ。いや本当です、はい、ということでですね、はい、会長に住んできたところで、はい、私も信長重版しまして、今日おめでとうございます。ありがとうございます。今日ギャラリーが多いから、ということですね。あのチャンネル重版ますます繁盛ということでよろしくお願いします。ということですね、今回はですね、別にあの徳間書店から9月20日に出る右も左も誤解だらけ立憲主義の宣伝番組じゃありませんよ。そうなんですか。違いますいや単純に通常な不定期トークはやってるだけで、はい、別に9月20日発売の徳間書店、右も左も誤解だらけ立憲主義の、宣伝番組じゃありません。あの今度は誤解だらけなんですか。誤解だらけです。なんかいろいろどうなんか間違いそうですけど、今度は誤解ですね。誤解だらけです。誤解だそうです。 いつも読んでますよ、大間違いシリーズみたいな間違いだらけシリーズ。絶対間違いそう。はい、いやちょっとずつ変えてきたんで、はい、で今度は、まあ、嘘も大間違いも間違いだらけも全部使ってるんで誤解だらけでいこうと。はい、次新しい出版社さんが来たらちょっと困りますね。それしかできんのか俺はじゃあ今日はどんな誤解を解いてくださるのか。あとちなみに逆にあの真実シリーズっていうのもありますよ。あれ嘘とか間違いに対抗して真実。なるほど、はい、ということですね。じゃあ早速ね、はい、徳間書店さんの9月20日かね、はい、ということですね、まあ、今日はですね、立憲主義といえばこの人でしょ。はい、吉野作造って秋吉さんイメージあります。この人廃商派だったことぐらいしかあんまり知らないんですけど、廃商って売春やめようみたいな。あ、そうですそうです。あ、それはもしかして吉原の真実がこぼつけてやりました。これ関係の話ですがすいません。まあ江戸性風俗専門家ですもんね。あ、まあそれは大正ぐらいの話ですけどね。まあ今日は大正の話ですけど、はい、まあ、そのがまあそうですよね。はい、まあ、廃商運動にもいろいろあってね、あいつらが廃商運動やったせいでひどい目にやったみたいなね、やつらもいますからね。はい、でも吉野作造は結構あのまともなことを言う廃商派だったんですよね。どんな感じのまともなことか。遊郭で、まあ、働くっていうことはあのキリスト、この人キリスト教徒だったんで、はい、あの聖書の中での教義から外れるから、まあ、それはダメだということはそうなんだけど、あの他の仕事に就くっていう考えがないことがダメだっていうの、結局あの女性がもっとあのいろんな職業にいろんな考えを持つことを推奨してたっぽいんですよね、この人は。まあモガの時代で女性が自立しましょうみたいなね、はい、その話今日出ますよ。あ、そうですか。台本送っとるやんですね、はい、ね、本当は秋吉さん演技うまいな演技じゃないんですよね、はい、まあ、チャンネルクララのゆるキャラです、ね、すいません、はい、さて、じゃあ吉野作造の年表ポンっていうことですけどね、まず宮城県で現古川市生まれで、はい、古川って今じゃ新幹線止まりますけど、はい、まあ、仙台の先ですからね、うん、僻地ですよ。あ、ごめんなさい、古川って言ってちょっといえいえ、うん、でですね、まあ、あの地元に吉野作造記念館みたいなところがあってですね、はい、なんかあの憲法9条を守ってた人みたいにね、いやないから。え、本当にそんな風に思われてるんですか。だからその9条の会の先駆けみたいな人のイメージですよ、まあ後でね、はい、後というか第2話でゆっくり話しますけど、はい、で署名はですね、実は作造です。字が違います、うん、あの蔵の字の旧字体で難しいからって書いたんですよ。うーん、だテストの時に、ね、字間違えて書いたやつは旧字体で書いたら正解です。うん、でですね、学校の成績は常に首席、はい、うん、まあ結核なんで頭いいんですよ。結核？だから結核の人って頭いいらしい。あ、そうです、そうなんですか。天然の東大生何パーセントか必ず結核みたいな。だから若手にしたんですよね。うん、うん、でですね、まあ、キリスト教徒って話してましたけど、神霊派と言われる、はい、うん、確かね、神田川にぶっ込んで洗礼するんじゃないですか。なんか全身水に浸かるっていう話ですけどね。まあ、まあそういうまさに文字通り神霊派、はい、はい、みたいですね。で、それでですね、20歳で結婚してるのは、
22歳奥さんが20歳の22歳で学生結婚、はい、で奥さんが小学校教師としてですね、うん、生計を立てて、はい、この時代はですね帝国大学入る人頭いいんで将来間違いないんで、うん、で旦那が学生やりながら奥さんが働くってよくある。あ、よく小説でもそういうのありましたよね、うん、ね、話なんですけどね。でそれでですね東京帝国大学法科大学、要するに今の東大法学ですね、はい、ここを卒業するんですが、なんとですね大学院に行ってしまった、うん、大学院に行くっていうのは普通だったらなんかエリートコース歩んでるように見えるじゃないですか、はい、唯一例外が東大法学。え、法学部の大学院はエリートコースじゃないんですか？違うんです。もう戦前からして東大法学部だけはあの大学院行ってしまってエリートコースじゃなくなる。へえ、あの某あの在家理事長の人生最大 の、 あの挫折が大学院に5年もいてしまったいや他の大学とか学部って5年で出れたらエリートなんですけどね。はい、はい、私なんて10年もいちゃいましたけどいやでもそれは研究員じゃないですか？だから東大法学部は、はい、あのすぐ助教授とかになっちゃう。へえ、当時の大学卒業っていうのは今の感覚でいうと大学院卒業なんで年齢見ていただければ分かる通りですね。26歳7歳、はい、なので基本的にまあ大学院出たで、しかも人生50年時代ですからね、うんうん、人生の半分ぐらい、だいたい26歳ぐらいで6して出るわけじゃないですか、はい、だからもうそれはもうすぐ助教授みたいなのが東大法学って変な学校だ、うん、社会も知らないくせに、はい、で木村壮太君のことを学部卒だって馬鹿してた恥ずかしいやついましたけど、彼エリートですから、ね、だから10年に一度の助手直行コースって言って、うん、で3年間助手やったらもう、まあ、大体首都大学あたりのね、まあ、植民地っていうんですね学会用語で東大法学部の植民地の准教授から、まあ、東大法学部教授に最後戻ってくるという、はい、まあ、戦前からそれがあって、うん、だから大学院行くっていうのは東大法学部借りてはエリートじゃない、うんうん、木村壮太君はエリートなんで大学院行ってないで、うんうん、ね、はい、まあそれはさておきですね。でまあ円国帝ってまあ有名な遠征街のバカ息子バカ息子だったんですか？だから北京まで渡って家庭教師やって生計を立ててた、はい、まあもうひどい目に遭わされたって吉野言ってますからね。あれなんか前それなんか本で書いてらっしゃいましたよね。そうそうそう、書いてます書いてます、はい、ネタの使い回して言いましたね、はい、はい、まあでも事実だからね変えちゃいけませんからね。そうですね、ドラマじゃないんで、はい、でそれで助教授になってですね、で、大正5年1916年の時にですね中央公論に憲政の本義を説いてその優秀の美をなすの道を論ずっていう出世作が出てくるんですけど、うん、書いて一躍大正デモクラシーの論壇の寵児、うん、一回はあの教科書で習いますよね、日本史で高校でこの論文。うーん、そうでしたっけ寝てました ね、 寝てましたね。だから自虐史家に染まらなかったな。はい、そうなんですよ、うん、それでですね、ですね、私昔の本で書いたんですけど、なんか右翼につけ狙われてですね、はい、はい、1対5ハンディキャップマッチで討論会やったら圧勝した。すごいですね、なんか、うん、ね、まあ、小林義則さんも昔ね、あ、それ思い出しました、私も左翼と1対5のねハンディキャップマッチやったってね、いいのかどうか思っちゃった。いや、偉いですね、うん、でちなみにこの時吉野どうやって勝ったかっていうと、俺は貴様らより愛国者だみたいなね、愛国心勝負で勝ってしまったんだ、ね、なるほど、そういう人です、お茶目な人です。なのに、東大教授辞めて朝日新聞入る、うん、朝日新聞ってところ、はい、でそれでですね、まあ、すぐにあの政府批判でクビになって朝日って守ってくるね、うん、で、まあ、東大講師に戻ったと、はい、いうことなんですけど、でその後何やったかっていうとですね、明治文化研究会っていうですね、まあ、趣味の集団作ります。趣味、はい、宮田由来子って聞いたことありません？あ、ちょっとものすごい物知り、うーん、下にねコメ欄に誰かが書いてくれると思いますけど、はい、詳細なねウィキペディアにない解説ね、あのお願いします、多分書いてくれると思いますけれどもっていうね、まあ、超有名な民間の物知りな、まあ、博物学者っていうのかな、うん、うん、まあ、その今で言うと荒俣宏みたいな感じの人、はい、長竹武樹っていう憲政史家の人、裁判官とかやってたんじゃないかな、うん、で木村木とか渡辺喜次郎みたいなジャーナリストとか、まあ、軍事関係ジャーナリストの松下義夫さんみたいな人たちと一緒にですね憲政史の編纂をやり始め、明治文化全集って言うんですよ、はい、明治文化研究会っていうのは明治文化全集というのを作るための研究会、はい、こんな分厚いのがドゥーッ、うん、みたいなね、資料収集やってて、ね、それで大久保利権先生とかですね、まあ、有名な歴史学者を育てるんですが、この名前で分かりますよね、利権、利権、うん、利通の息子、ああ、
なるほど、うん、今わかった、はい、遅いすいません、うん、とかですね、あといろんな左翼歴史学者を育ててしまうこの鈴木康造っていう人はこれまた憲政史家といってですね、はい、うん、あ憲政史家で日本国憲法を民間で草案作った人ですね、うん、なんかね憲政史家なんて倉山充がでっち上げて敵だろって言うんですけど、ウォルター・バジョットって人知らないでしょうね、その人たち。一応真面目な大学の先生がそれ言うから大丈夫かこの人みたいなそうなんだ、しかも専攻こいつなんだと思って近代史みたいな、あその方がですか、はい、あ名前も忘れちゃった、はい、まあいいですよいいですよ、うん、っていうね、まあ、左翼をかばってやったりとかですね、はい、まあ、田中宗五郎という後の吉野の電気的研究をね、うん、やったやつとかですね、あと遠山茂樹っていう、まあ、戦後の岩波歴史学者の人がいてですね、はい、まあ、こいつはあの明治文化研究があまりにもですね、あの物知りが集まっててマニアックな話ばっかりしてんでついてこれなかったらしいです、うん、マルキストですけどね、うん、まあ、この遠山さん一応かばっておくとですね、はい、まあ、吉野さんの事実上のこういう感じで、まあ、弟子のみたいな感じ、弟子というか、まあ、ついていった学会主流に黙って隠れてついていってたんですけど、はい、うん、っていうのがあるんでマルキストの学会の大御所だったんですけど、まあ、別にマルキストじゃなくて真面目なやつは勉強させていいんじゃないかみたいな、うん、吉野自身がマルキストだって研究する場ぐらい与えてやっていいじゃないかという自由主義者だった、うん、っていう人ですね。で、まあ、昭和8年お亡くなりになられるわけなんですけれども、はい、ここまででなんかイメージどうなんですか、吉野ってこんな人なんですけど、うん、でも公平な方じゃないですか。そうなんですよ、まあ、右でも左でも仲良くできるっていうですね、はい、特技があったということなんですけど、はい、じゃあ次いくとですね、吉野作造ってどんな人、こんな人というとですね、まずですね、むちゃくちゃな多筆、はい、あの全集が作れない多すぎて、はい、先週が岩波から出てて16巻、先週でですよね、はい、先週です、はい、一応私吉野研究者なんで言っときますが、はい、ごく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 一部です、うん、かなり割愛割愛割愛なんですね、代表的なあの変者の趣味で集めただけでそれ、あ、はい、はい、うん、という代物です、はい、うん、でですね、うん、まあ巻末にその全論文一覧とかあるんですけど、はい、さらに漏れがある、あ、すごいのは本人の名前で書いている偽物とかペンネームで書いているのとか、はい、まあ、ある種ですね梶原一騎の先駆けみたいないや昔少年マガジンっていうのがあってタイガーマスクなかった、はい、巨人の星と明日の城同時連載してたみたいな、明日のジョーって梶原一騎だったんですか。だから高森はそうって別のペンネームで、ああそれ知らなかった、文化に関して素養がないですね、あ日本人の教養がなかったっていう話を明治文化研究会で延々やってなるほどっていうノリだと思ってます、はい、はい、うん、でですね、まあ、中央公論というですね、まあ、彼の同人誌があったわけです、はい、今の中央公論ですよ、あの、はい、あのやたらとね格式ばっかり新書とかもあったりする、はい、文藝春秋の二番煎じとかね今言われてますけどねいや当時はそんなんじゃないです、立派な吉野作造先生の同時誌だった、文章で書いてる少年マガジンみたいなノリだ、なるほど、だって吉野一人で10本ぐらい書いてるんですもんあそうなんですか、めちゃくちゃですよこの絵師私物化っていうのはもうちょっとマシなもんですよね、うん、チャンネルクララの倉山充だってもうちょっと控えめじゃないですかね、はい、でですね、その中央公論っていう総合誌と、まあ、国家学会雑誌で東大法学部の起用ですよ、まあ、起用っていうのは学術誌を自称している大学の論文集って意味ですよ、はいはい、なんですが全く同じ文体で書くという暴挙をやってました、うん、はい、まあ、本当に厳密に見るとちゃうんですけどね、はい、うん、でそれでいてですね、学会をおちょくり倒している生き方をしているくせに東大教授辞めた後も研究室は残っていると、うん、夜中まで常に明かりがついていたというね、うん、宮沢俊義という後輩の証言が残ってますけどね、あそうか、はい、まあ、多分あの家に帰るのが嫌だったんですよねいや外交官でもなんか陸奥宗光とか小村寿太郎とか奥さんと仲悪い人は執務室にやたら残ってるみたいなね、なるほど、あるんですよね、はい、でやたらと人当たりが良くてですね、はい、関東大震災が起きたまさにその瞬間、論的な上杉新吉と東大の食堂でランチをしていた、うん、ライバルなのに、ライバルというかもうボロクソですよ、あ人格否定以外全部やってるぐらいの、ね、だけど一緒にご飯は食べれるんですねその辺が倉山充と違うところですね誰とでも仲良くできる、ね、今古川氏で吉野さんみたいな人になりなさいみたいな、ね、教え方してますけどね、はい、でですね、やたらと金遣いが荒い、
はい、誰が計算したか分かりませんが、今の価格で推定年収5000万円、うん、そんだけあったらもう、ね、もう別荘の一軒ぐらい建てれるだろうと思いきや、はい、なんであの人あんな稼いでんの貧乏なんだろうっていうのはみんなの疑問、はい、うん、でですね、使い道がまあ本が分かりますよね、はい、ですごい目利きがすごかったらしい。ああ、古書とか古書とか行ってはい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 ドワーみたいな、うん、でとりあえず買って読んで価値ないと思ったらぽいみたいな、お大人買いしてぽい、はい、みたいな人だったらしいですね、はい、あと若者とか留学生の支援、だから今チャイナコリアに行くと吉野さん神様ですよ、うん、国民党から共産党まで関係なし、うん、で基準は簡単で、はい、志がある若者、うん、老害大嫌い、うん、どっかで聞いてる話ですよね、はい、はい、でそれがですね、奥さんがすごい浪費家だったと。あ、で同時期言われてるのはここまで、はい、4番目、はい、ね、みんなあの知ってて黙ってたこと、愛人さんへのお手当これはみんな知ってて黙ってたんですね。だから、ね、あの吉野作造日記を、まあ、さっき出てきた田中宗五郎って人が、はい、あの使わせてもらうときに、ここだけは絶対公開しちゃダメだよっていう条件で見せてもらって、うーん、じゃあこれなんで公開されたんですか。いや、みんな知ってんの。あ、周知の事実、周知の、まあ、公然の秘密で、研究者の間では公然の秘密、はい、いやだから散々清廉潔白キャラで言ってて、はい、で奥さん悪者じゃないですか、はい、本当じゃないですよね。そうですね。さてそんなお茶目な吉野作造先生ね、はい、ちょっとこういう面白いこともやっててですね、これ一応あの言っときますけど、女学校の卒業式でのスピーチですよ。はい、戦争は飛行機の利用と軍略弾薬の進歩によって長期化しておって、それで鎮東でも爆弾投下しても効果がなかったし、10人殺しても要塞を破壊できない、偵察飛行とは豊富な弾薬によって全然総力戦の様子が違ってきているんだ、ウィーンの夫人は勉強していた、日本夫人も頑張れで神戸女学院の卒業式、はい、かの内田達先生が名誉教授やっている大学ですよ、はい、今やこんな人です、はい、最後に日本の婦人の覚醒が望まれるって言えば何言っても許されるみたいな、うん、だから新女会っていう、これまた吉野の同人誌があって、あ、はい、ね、秋吉さんの大好物、大好物新女会、はい、ね、婦人公論もね、吉野の同人誌の一つですね、はあ、みたいなね、はい、うん、感じですけど、なんかあの婦人参政権が必要である、女性の覚醒が求められるとかね、辛亥、はい、革命が起こった婦人の覚醒が求められるとかね、うん、バルカン半島が大変なことになっている婦人の覚醒が求められるとかね誰かと芸風似てません最後それを言えば、はい、全部収まってしまうんですね。そうそうそうみたいなね、なんかピオちゃんが呆れてます、ね、女性だからって話す内容を変えないのか、全然のお偉方のイメージと違うね、うん、でですね、はい、でまあ、吉野作造といえばですね、まあ、女性のね、あの社会進出を応援してた人っていうのを片一歩でありながら、はい、まあ、大学教授だからモテんですよ、金持ちだし、ああそれでも倉山光と違うところですね、はい、で先生年収多いからモテるかも、うん、そういうこと言うと本当に税務署が来るから、ね、なるほどね、あ、脱税庁の佐川さんお待ちしておりますえ、来るんだったら今年中に来てください。え、うちのシステムはですね、はい、あのすぐに消去されて復元できない仕組みになってるんです。なるほど。って言ってあげるんで、はい、はい、ね、税務署から呼び出しとかね、うちに来ないかなと思ってるそういうこと言うのやめなさい、はい、失礼しました。来年来たらどうする、うん、はい、来年長官佐川君だったらいいよ、はい、でですね、まあ、はい、吉野作造といえばですね、まあ、立憲主義ですよ、はい、この本はですね、右も左も誤解だらけの立憲主義の宣伝番組じゃないんですが、まあ、立憲主義といえば吉野作造じゃないですか、はい、うん、であの、まあ、二大政党による憲政の浄土を実現しよう、うん、みたいなことを言ってたわけなんですが、しかしですね、まあ、普通選挙、男子普通選挙は実現するわ、二大政党政治は実現するわ、制度は実現したんだけれどもですね、中身が伴わない、はい、そこでですね、まあ、第3の少数政党を応援し始めるんですよ、うんうん、それですね、まあ、応援演説をですねしてみた時にですね、既成政党の新端寒から締めるのが目的である、はい、ことを言ってみたい、どっかで聞いたようなね、うん、なんかあのね、既成政党に飽きたらんから弱小政党を応援してた人いますね、はい、はい、誰のだ、どっかにいたな、ね、うん、一旦正しいと思い込んだことをいつまでも正しいと固執することではなく、常に正しからんと心がけること、いかにして自身の不敬礼を行うべきかではなく、いかにして最良最善の意見に実現の機会を与えるべきかである、みたいなね、
行動って応援しながら、うん、で、いや、 やっぱりあの無産戦闘を、ね、応援するのが、ね、日本人の道だみたいなね、あのすごい吉野さんの言ったことを盲信してくるやつがいたら、まあ、そうは言ってもな君な あそこにいるな大事し、なりたい連中もな総理大臣ポンと肩を叩かれて飯食いに来いって言われたらなホイホイと官邸に行くやつばっかなんだぞっていうねすごい冷めた人、うん、どっかの誰かの芸風と一緒ですよね。でピオちゃんが呆れてます。今の政治を見たらもっと呆れそうだね、うん、ということでですね、はい、駆け足で吉野作造の生涯をざっとあの見てきましたけれども、はいはい、次回第2話は第2話あの人たちに聞かせたい吉野作造の教えをお送りいたします。お楽しみに見てろよ若者シールズ